ということでね、お久しぶりです。ヨルシカの新作の、幻冬ですね、画集が発表されました。今日はね、そこら辺の話をいろいろしていけたらなと思います。ということで、猫背の、夜の時間。改めまして、こんばんは、猫背です。ヨルシカのファン向けのラジオ配信ということでね、お久しぶりです。びっくりですよね、ヨルシカのあの画集。これがびっくりというか、まあ文学作品オマージュの、新曲が出始めたあたりからですかね、ジャケットがすげえ統一されてるなという話にはなってて、でそれプラス数日前ですか、ヨルシカマップっていうのが公式からアナウンスされて、まあ全国の、駅の構内の広告に、ヨルシカの、まあその文学作品オマージュのジャケットプラス QR コードっていうのが出始めて、それを読み込むとですね、どうやらその幻冬というサイトに飛ぶ、という仕様だったみたいです。その仕様と、まあそのジャケットの統一っていうところで画集というふうにつながったと。で、結構難しい説明が多くてですね、最初は俺も発表見たばっかりの時はピンとこなかったですけども、要は画集で絵を見ることで音楽を聴くっていう、そこをこうつなげた、ところなんですかね、今回のナブナさんの意図としては。つまりまあ CD とかサブスプリクションで音楽を簡単に聞けるようになった時代を、ちょっとまあまた創作の時みたいに、まあちょっとアンチテーゼじゃないですけど、手間をかけて音楽を聴いてもらうっていう、そういう作品のようですね、今回はね。要はいちいちその、新曲を聴くためには、画集を引っ張り出して、絵を見ないことには、音楽が聴けませんよということでね。いや、これはなかなか芸術的だなと個人的には思いましたし、まあ皆さんも当然ね思っていることだとは思うんですが、まあその芸術的なところを突き詰めたところというか、なんていうんですかね、ヨルシカのファンの方って、まあ、もちろん年齢層は広いですけど、結構若い方も多いじゃないですか。まあ、もしかしたら俺もその代表例なのかもしれないですけど、それこそね、中学生、高校生、大学生とかね、そちらの年代の方々にも人気なわけで、なんか俺は本当個人的になんですけど、そこら辺のなんていうのかな、こうラフに聞いてる人たちをナブナさんは突き放しに行ったなって感じがしましたね。そのなんていうのかな、別にそういう人たちを否定するために突き放したとかじゃなくて、なんだろう、さらにこう狭いところにこう自分たちの作品を持ってこうとしてるというか、なんかなかなか痺れるなっていう。しかも画集が8,250円、まあ現時点ですけどね、かなり突き放しに言ってますよね。まあそれぐらい、なんて言うんですかね、音楽が今手頃に聴けるようになってしまったっていうことなんだけどね、逆に言えば。いや、だって昔で考えたらよ、例えばゲオで音楽 CD を借りてさ、それを例えば MD とかに落として CD に焼いたりして聴くとかね、あとはやっぱお小遣い貯めて CD を買うとか、そういう手間暇をかけて、一曲を聴いてたんですよね。だからこれはね、本当時代と真逆のことをやるっていうのがもう一つ作品になってるんだろうなというところですよね。結構文句じゃないんですけど、なんか、いや、どうなんだな皆さんみたいなさ、いや黙って CD つけてくれよみたいなことを言ってる方が結構ツイッターに多くいて、いや狙い通りだろうなと、ナブナさんのもうこれはもう勝ちですって思いましたね、正直。その言葉が出させるためになんならそういう仕様に、まあ、したんだろうなみたいな、ところですよね。これはね、結構なんだろう、ミュージシャンとしてはなんだろう、どうなんですかね、そのミュージシャンとしてはたくさん聴いてもらって、サブスプリクションでもたくさん再生してもらうことで収益とか、そういう話なんだと思うんですよ、ビジネスチックなところで見るとね。いやー、これできるのがヨルシカだよなーってすげー痛感したというか、やっぱヨルシカのファンって、まあ簡単にね俺たち言ってるけど、さらに奮いかけてきたなというかね、俺たちは利益でやってないぞ、
やっぱ自分たちが作りたい作品を追求してるぞっていう、お前たちはついてこれんのかみたいなね、そんなメッセージ性にも受け取れるし、いや参ったなっていうところですよね。やっぱりその創作からですよね、明らかにナブナさんの意識がこうそこを追求し始めてるというか、なんかもうただ音楽曲を作りますっていうところじゃなくて、まあもちろんそれをストリーミング配信とか YouTube でミュージックビデオ公開とかっていう風にはしていくんだけど、一つの作品としてまとめるっていう行為をする上であるメッセージ性を持たせる、でそれは別に利益とかを求めるわけじゃなくて、ある種そういう人間同士のそのなんかいがみ合いとか意見を引っ張り出すための作品ってことだよね。もうなんかさ大好きだわ俺こういうのが本当に。いやちょっとまあ今ね俺はもう社会人になってたからよかったなって思うよね。高校生でハマってて、え画集買わないと聞けないのかってなるわけだからね。8,250円、しかも CD がついてないけど買わざるを得ないっていうねこれすごいことだよな。まあもちろんその後々はね、あのストリーミングでもこう配信予定ということにはなってましたので、期間限定的なねことではあるんですけども、なかなか鋭い一手打ってきたな。これは正直ヨルシカ以外のアーティストはできないことだろうね。まあさっきも言ったけど、今はこうどうにかして CD 売りたいっていう時代だからさ、もう CD 自体が売れなくなってきてますから、そもそもね。だからこう A 面 A タイプ、タイプ A タイプ B とかさ、初回限定版1、初回限定版2みたいなさ、そういうことをしないと結構苦しくなってくるわけですよ。でまあそのファン心理、まあオタクっていう文化が日本はかなりこう浸透したから、なんかもう全種類買ってやるぞっていうのでもうこう勝負するというかね、感じですけど、まあヨルシカがそれ全くやってないかっていうと嘘で、まあ缶バッジクリアファイルとかやってますけど、でも本当その程度でさ、例えばこのアルバム1には、この曲は入ってるけどこっちには入ってないよみたいなことはやらないわけでさ、いやちょっとね逆行してるよね本当に。ちょっと鳥肌立ったな俺は。まあ、どういう形になるのか、そして、まあ、文学作品オマージュプラス、イラストということで、で、まあ、前々からねこの文学作品オマージュの作品をまとめたアルバムになるんじゃないか、まあ、今回画集という形でしたけど、そういう一つの作品になるんじゃないかっていうのは予想されてて、陵侑さんともね俺は前の夜の時間でお話しさせてもらったりもしてたんですけども、まあそれが一応的中ということで、でそのまあ、まさかそのなんていうのかな、ストーリーラインというか何かける何っていうところで画集が掛け算で出てきたっていうのはまあびっくりだったというか、もう誰も予想できなかったところではあると思うんですけど、こっからですよね。収録曲残りまあ12曲ぐらい追加されますよみたいな、だから25曲のうち今だいたい10何曲ぐらいが発表されててみたいなことなんだよね多分。でまあプラス10曲ぐらいがまだまだこう出てくるよっていうところなんだけど、だからリーレコーディングシリーズですよね気になるのは。もちろん今までも、文学作品オマージュの楽曲っていうのはあって、そうただまあその全部入れるわけではないと思うけどね、その靴の火花とかさ。でもどうなの、その辺も聞いてみたいし、あとはなんだろうな、結構そのまたサブローラインもあったので、個人的にね、いやもちろん新曲で聴きたい、他の文学作品オマージュで聴きたいっていうのはまず大前提としてよ、大前提として、なんだろうな、可能性の一つとしてというか願い、ファン心理としてよ、あの月を歩いてるの水産カバーが何曲か聴けたら嬉しいなみたいな感じはちょっとある。まあその文学作品オマージュとまた離れちゃうのかもしれないけど、ちょっと気になりますよねその辺。まあ童話でしたけどねあっちは、なんか俺一ファンとしてはちょっとそこら辺も聞いてみたいなみたいなところではあるっすね。どうなんだろうね。まあでも新曲がほぼほぼなのかな、このまあ2年2ヶ月ぶりとかっていう
話だったじゃないですか。今回のリリースがね、作品リリースが、もちろんまあその間に、月光のライブ DVD とかブルーレイとかが出たっていうのはあるけども、オリジナル作品としてはもう久しぶりだなというところで、まあ忙しくしてらっしゃるとは思うけども、まあ、まだまだあんじゃねえのみたいなさまだまだ実は発表してないけど作ってますって曲たくさんあんじゃねえのみたいなね感じするからね、楽しみだし、まあ画集も楽しみですよね。ってなるとやっぱり一つ一つに意味がありますよっていうことなのかな。まあ第1章第2章みたいなのもありますしね、それがこうストーリーとしてつながっていくのか、で画集がその前のエイミーの日記帳、あエイミーの手紙とエルマの日記帳みたいな一つの誰かのアイテムとして機能するのかってところですよね。うん、めちゃくちゃ気になるめちゃくちゃ気になるけど、まあとりあえず発表されてよかったなっていう、うん、まあライブもありますしね、まあまだこう全部を発表ということではないんでしょうけど、ちょっと心気ままに待ちたいなと思いますね。はい、まあちょっと久々の夜の時間でしたけどもね、まあ12分でラジオトークサイズで終わろうかなと思います。ということで猫背でした。まあ幻灯に関する考察動画はなんか後々作れたらなと思いますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録とラジオトークのフォローもお願いいたします。ということで猫でした。ありがとうございました。